お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、シンプルな夕食でございます。こちらね、小松菜とハムの卵とじでございます。これね、以前ね、なんか料理系の YouTube を見てね、ちょっとね真似して作ってみました。あのこれ簡単ですからね、あのめんつゆですね、ちょっと水で薄めてね、下茹でしたね小松菜とねハムを入れて、でちょっとね火が通ったところで卵を閉じたというシンプルな、料理でございます。で今日はねお酒は飲まないようにしました。理由はですね、今日は飲む気ありませんこれご飯でね十分でございます。でですね、お知らせがございまして、今度またプロ野球カード買いました。買いましたのでね、2月かな、2月の頭頃にね、やりたいと思いますのでよろしくお願いします。その他にもね、なんだっけなインスタントラーメンとかね、カップラーメン動画、他は、レトルトカレー動画もね、上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ちょっと急にねちょっと頭がね思いつかなかったのでね、ちょっと噛んでしまいました。大変失礼立ちました。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。